こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、今までの、相場の予想をするというよりも、通常役に立つ、テクニックというかテクニカル分析の内容について、コンテンツを作成していきたいと思います。今回はですね、エリオット波動というところで、解説をしていきたいと思います。とりあえずですね、エリオット波動なんですが、皆さんは大体エリオット波動と聞いて尻込みをされたりとか、もうちょっと難しいと思って諦めたりすることはもういると思うんですけど、非常にこの理論を覚えることで非常に相場の予想というかのが立ちやすくなりますので、簡単なんですけど覚えていっていただければと思います。とりあえずですね、はじめにエリオット理論の、作成された、考案された背景について、導入の部分で、説明していきたいと思います。まずですね、このエリオット波動理論というのは、ラルフ・ネルソン・エリオットさんが、長期の病気療養中に書いたものであります。で、この著書については、1938年に波動原理というものを出版したんですが、これの内容についてはこの、長期病気療養中などもあると思うんですが、株式市場の、出版物というか著書の、読者愛読者であったということで、特にダウ理論に感銘を受けていて、位置づけ的にはダウ理論を補足するもので、作られてきた背景があります。でだからダウ理論についてはエリオットさんが非常に精通していたというふうに、聞いております。で、この波動原理から後の8年後ですね、自然の法則宇宙の神秘という、サブタイトルをつけてエリオット波動を体系化していたんですが、この表題から見ても分かる通り、市場の理論はあらゆる人間の行動様式を支配している考え方が、あったとされているようです。参考文献については先物市場のテクニカル分析になります。では具体的にですね、エリオット波動理論とは何ぞやというところで、中身について、説明をしていきます。波動にはですね、一定のサイクルというものがあって、その値動きには決まったリズムがあるというところです。で、その波動の要素というのは、パターン、比率、時間の3つで構成されて、この順番ですね、この順番で、重要さが高いと、重要度が高いというところですね。パターン、比率、時間で重要度の高さの順で並んでいるというところですね。で、一つのサイクルには8つの波があるというところです。で、エリオット波動理論というのはですね、現在の、今レートや株価の位置づけが相場のサイクルの中でどこに位置をしているかという知るための重要な手がかりになる理論でありますので、しっかりと持ち帰ってみてください。まずパターンと比率ですね、エリオット波動理論の中のパターンと比率について説明をしていきます。エリオット波動理論の基本パターンですね、第1波、第2波、第1波で上がって第2波で下がる、第3波で上がって第4波に調整して第5波で上がって ABC の調整波があると、よく言われる理論ですね。上昇5波、下降3波というね、8つのサイクルで出来上がっているというところですね。で、波動の内容について説明していきます。各波動の特性ですね、第1波の特性については、波動の半分ほどはネガタメの一部というところですね。で、通常第3波や第5波と比較して短い特徴があります。しかしながら時折極めて力強いというところもあります。
はい、続いて第2波ですね。第2波の特徴については通常第1波のすべてないし大部分を戻すと、この第1波 の初めにつけた高値、この値幅をの大部分を戻してしまうんですね、という特徴があります。で第1波の安値、ここですね、ここは下回らないという特性があります。続いて第3波ですね、この第3波というのは通常一番長いそして最も力強い、波動とされています。まあ、特に株式市場の場合はその特徴が顕著になります。この波において出来高は最大となります。第3波が最短になることはありえない波動と言われております。続いて第4波になります。第4波の特徴としましてはトライアングルですね、ペナントとかになりやすいですね、特性があります。で第4波の底ですね、第4波の底が第1波の頂上を横切らないですね。第1波の頂上を、まあ、こう下回ることはないということですね。まあ、実際のチャートというかを見ていると確かに横切ることもあるんですけど、第1波の高値というのは、まあ、上昇トレンドにおいて第1波の高値というのは第3波からの挑戦の時にはサポートとして意識されやすい、特徴があります。はい、続いて第5波ですね。株式市場で第5波は第3波ほどの力強さはないですけども、商品市場ではしばしば最長の波でエクステンションをするとされております。でこれ後で説明するんですけど、後で出てくるんですけど、第5波っていうのは、まあ、商品市場だけではなくて為替市場でも最長の波になる確率は高いのかなというふうに私は思っております。はい、続いて、調整波ですね。 ABC 波ですね。出来高が下落時に増加するようになるんですね。第5波まで上昇、第5波までは上昇するときに、まあ 主要なトレンド方向なので上昇するときに出来高が上がったんですけど、この ABC 波につきましては上昇する A と C 波のときに出来高が増加するようになります。で反発のタイプによって下落前の高値を目指しダブルトップを形成と、この B 波の時に第5波と同じぐらいの高さまでいった時にはダブルトップを形成する可能性が高いですよというところですね。第4波と A 波の安値を結ぶとヘッド&ショルダーの形が出ると、まあ、こう天井圏のチャートパターンになりやすいですよということですね。チャートパターンの形になってこうヘッド&ショルダーを作る場合がありますよということですね。各波動の特性の重要な部分をまとめますと、第1波の大部分を第2波が戻すというところですね。だから第1波からの押しを狙う場合は3分の2を占めあたりまでか、よく言われているのは 0.4 と 0.6 をかけてそこに3分の1を占めと3分の2を締めで狙うっていうのがあるんですけど、まあ、ここですね、この特徴をよく利用するということですね。で第2波は第1波の安値を割らないというところで、まあ、第3分の2を締めまで待てれば、まあ、リスクとしては第1波を割った瞬間に、まあ、エリオット波動の全体が崩れるので、ここを割るところにリオスカットを置いて攻めることができるのでリスクを低く抑えることができますね。3分の2を締めで入れればですね。で第3波が最大になることはないというところで、基本的にはですね、医療タードの攻略法としては初押しを狙うんですね。第1波からの初押しを狙う、第2波から第3波に跳ね返る途中を狙うとか、あるいは第3波のところでの途中で狙っていくっていうパターンが多いですね。で株式市場では第3波が力強くて長いですね、長くなります。しかしながら為替市場では第5波が最も長いと思う。これは私の推論ですけどね。為替ではですね、第5波がね、どうもね、長くなる傾向が強いのかなというふうに思っています。なので、第5波を狙うというのもありかもしれないんですけど、やっぱ長くなる分だけ、当然勝率も、ちょっと落ち気味ですね。落ちるというか。あと、第3波から第2波っていうのは、
まあ、ロスカットを置くとしたら、まあ、第1波の安値が第2波になると思うんですけど、第3波が長い分やはりリスクがちょっと高くなりますね、高くなるという特徴があります。じゃあエリオット波動の拡張の特性ですね、エクステンションの特性になります。第1波、第3波、第5波のいずれかが拡張をします。まあ、拡張するとされています。第1波、第3波、第5波のうち最も拡張する可能性が低いのは第1波だから、第1波が一番拡張するケースが一番低いですよという話ですね。ただ狙うなら第3波か第5波を狙うべきですよということですね。でエクステンションを伴わない他の2つの推進波は時間と規模の両面で同等のものとなる傾向があると。まあ、一応ね、第1波の方が 第5波ですね、これでいくと第5波のよりも短くはなるんですけど、まあ、ちょっと同等に近いような値幅になりますよということですね。これもそうですね。これも第1波と第3波が同等、まあでもそれでも第1波の短いんですけど、第1波がちょっと1ぐらいだとすると第3波が 1.1 とか 1.2 とか3ぐらいの長さになって、で第5波がゴーンと拡張するケースですねが多いのかなと思います。まあ、レアケースとしては第1波が伸びるケースがありますよということですね。その場合は第3波と第5波がほぼ同等になるのかなというところですね。でここ1個空いてますね。でこれは非常にレアケースなんですけど、全波均等ですね、どの波がエクステンションを起こしたか不明という時もありますね。ダラダラと同じような波動で上がっていく感じのところですね。これは波動がこういう形になるというところですね。はい、続いて、エリオット波動理論の時間ですね。時間の部分を説明していきたいと思います。エリオット波動の時間サイクルになります。まあこれ何が何だかわからないという方もいると思うんですけど、この15、21、89とかこの数字見たことないですかね。これはまあ周期ですよね、周期的なものなんですけど、周期の数字なんですが、この数字というのはデタラメな数字ではなくてフィボナッチ数列の自分なんですね。フィボナッチ数列ですね、だいたいこの周期の時にトレンドが変わったりとかするとされております。実際どうやって使うかというと、まあ、MT4 を持っている方であればフィボナッチのタイムゾーンを使います。用途としては相場の転換とする時期などを予想するのに便利なツールといえます。まあ、実際にでは使っている例について、まあ、事例で説明していきたいと思います。 MT4 についてははじめ挿入というところなんです。ちょっと今画面には映ってないんですけども、挿入からフィボナッチですね、フィボナッチを選択していただいて、でタイムゾーンを選択しますと、まあ、こういった形ですね、縦棒のラインが現れます。引き方についてはいろいろと考え方があると思うんですよね。で、考え方としては、例えば、上がる周期、そこから第一波高値、安値から高値で、この結ぶ人も多いれば、例えば、単純移動平均ですね、単純移動平均のゴールデンクレスで、合わせる方もいます。これはいろいろ考え方があると思うんで、それぞれ研究してみてください。で、自分的にはですね、私的にはこの波動ですね、エリオット波動の起点をゼロに合わせて、起点にゼロを合わせて、で、初押しの最深部に1を合わせます。そうすると、まあ、周期的なものが出るのかなというふうに思っているんですけど、まあ、これはいろんな意見があるんで、まあ、ここでこの数字ですね、この数字、5とか21っていうのは、ここですね。この部分ですね。5とか21、ここです。この 5という数字のところで、まあ、第3波の、どうかな、第3波なのかな。まあ、押し目から転換するっていうポイントですね、ここは。で、ここは高値から、一旦調整するっていうポイントになってますよね。でもうちょい広げていくと、
これですね、これ一応相場の原理原則の EA っていうのを使ってるんですけど、これ第3波ですね。今第4波が来て第5波に向かっているんですけど、これをもっと広げていくとこういう感じですね。89で本当は割るはずだったんですけど、結局もっと伸びちゃっていますけど、これは失敗例ですけど、まあ、こういうふうに使って144まで来たらズゾーン下がっているっていうのが分かると思うんですけど、こういうなんかタイムゾーンの節目を近づいてくると相場が変わるポイントになりやすいということを覚えておいていただければと思います。はい、以上ですね、エリオット波動理論の説明について終わりたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録と、ね、高評価としていただければ、まあ、次の動画のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。では本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。